あやかし人間くの一番3回目でございます。続きからやっていきましょう。いや、しかし最近本当に異常気象で暑いですが、この暑さの中でもユリの花咲かせていきましょう。ニンニン行きましょう。あ、また眠るところからですね。はい、月葉様の夢を見ながらおやすみなさい。5月は31日もあるかな。かわいい。このゲームはBGM もすごいいいんですよね。なんかこう耳に残るというか。あ、実地研修試験がある。筆記試験でもパラメータ結構上がってるんで、今回の試験はいい成績が残せるんじゃないでしょうか。この後また、ああ、任務があるか。ちょっと前回任務失敗しちゃったからな。公的機関ともつながりのある、なんて読むんだろう。刀を作る匠から、今回数十本の日本刀が渡されることになった。その輸送の護衛をする。これ、月葉様も参加しますね。もう一つは、ここ数週間続いている放火の犯人を特殊調査により、目星をつけ警察にレポートを提出する。そんなことまでやんのかよ。ね、忍者ってそこまですんの？放火犯見つけなきゃいけないんだ。これ面白そうだけど、いやでもごめんなさい、月葉様のと同じミッション任務をやりたいと思います。はい、参加する。ちょっと前回の見てるんだ、これなんとか G。 ああ、家から刀を受け取り輸送するのが今回のカエデたちの任務である。お、いきなりイベントから。カエデちゃん、一緒の研修だね。月葉様、月葉様、絶対目立つよ、ね、お一人で大丈夫ですか？あ、でも緑だったらまだね。大丈夫よ。じゃあ終わったらここで待ち合わせしましょう。カエデにいたっては赤だからね、はい、さあこの後頑張らないとね。ではこの刀をしっかり運んでおくれ。はい、お任せください。はい、おじいちゃんいくつ？なんかでもこの3人珍しいね。ここに桜花ちゃんがいるのが。ほっほっほ、今年で80よ。お主のような孫も8人おるぞ。あら、おさかん元気だね。それだけが取り柄じゃからの。カエルたちは刀を家を後にした。あのおじいちゃん結構お茶目でしたね。そうね、はい。あ、高校野前か。はいはい、ごめんなさいね、漢字が読めなくて。漢字検定持ってんだけどな。順2級受かったんだけどな。もっとわかりやすく言ってよ。ごめんなさい、月夜様はいいんです。ごめんね、カエデちゃん。とほほ。さあ行きましょう。ですね、ちょっと前回の傾向と対策、積極行動、カエデはね攻撃力が高いから積極行動したいんだけど、やっぱねヒーラーに回った方がいいな。安全性を求めていこう。じゃあまず消極行動で、ここ刀に敬意を払うことにした。楓は緊張してしまった。あ、失敗。17ポイント、調査が後退した。あ、やっちゃったな。月葉は家に移動。こっちを警戒しましょう。あ、みんな揃ったね。桜花は道路 A を調査。この道を通らないと刀を運べない。桜花は周囲を警戒した。この世界観はあれだよね。お、すげえ、86ポイントも。桜花ちゃん、つれえ。この世界観ほんと剣、ここの剣はもうほんと拳銃みたいなもんだよね。鉄砲運んでるようなもんなんじゃないの。近所の住人を捕まえてしまった。何してんだよ。桜花ごめんなさい。50ポイントは調査が後退した。うん。桜花は32ポイントのダメージを受けた。刀を奪おうとする忍者に襲われた。他の忍者もか弱い乙女になんてことすんなよ。すげえな。月葉は道路 A を調査することにした。この道を通らないと刀は運べない。月葉は周囲を警戒した。お、もう道路 A もうすぐで、いけそう。もう一撃やれば道路 A は片付くんだけど、
ちょっとね、大花ちゃんのダメージがごめんなさい、心配。もうやっぱ回復役になりますね、せっかく一緒の場所にいるし。大花ちゃん回復。大花ちゃん大丈夫、あんたこそしっかりしてよねこの侵入コンビ、HP が全開、おじいちゃん話わかるね。お、51ポイント調査が進展。え、大花に怪しいやつが襲いかかった。忍者刀をよこせ。大花用心していたの大丈夫だった。かわしましたね。月葉は刀に敬意を払うことにした。無理はなさらぬようにな、所詮刀は刀でしかない。ありがとうございます。45ポイント調査が進展。じゃあ今全開なんで、消極行動で道 A、 あ、消極行動は同じとこしかできないのか。でもここもうやっつける、あーまだか。大花楓ちゃん大丈夫、大花ちゃん大丈夫、そこで見ててもいいわよ。ありがとう、回復してくれて。あー、今度はでも大花ちゃんが忍者に襲われた。36ポイントのダメージ。月葉は楓に声をかけた。楓ちゃん大丈夫、大丈夫です、月葉様、そう無理しないでね。あー、ありがとうでも回復だからできれば攻撃してほしかった。ちょっとどうします。やっぱね、攻撃は2人に任せた方がいいと思うんですよね。誰か1人でもかけたらミッション失敗なんで、ごめんなさい、もうこれは回復に努めます。地味な作戦になってしまっておりますが、正確にいきます。はい、全開これで。もう少し、もう少しで、ここはやっつけた。よし、あとは道 ABC。 それじゃあ積極行動で道、積極行動しなくても道 A は倒せるんだけどな。結構悩んじゃうな。積極行動するとミスがあってダメージ受ける場合が結構あるんで、ここは道 A に移動してから消極行動で、なんとかするか。あ、それかもう積極行動で道 C をダメージを与えるか。そうしようか。じゃあ、これ移動してからの方が良かったりする？近い方がいいのかな？あ、自分との距離によって与えるダメージが異なります、近いほどダメージが大きくなるって書いてあるから、やっぱごめんなさい、移動します。道嫌だな。はい、ちょっとごめんね、もう結構真剣にやってんだはい、40のダメージ。神出鬼没ってわけ。月夜は刀に敬意を払う。それじゃあそれ自分回復、いや、ここはもう消極行動で道 A やっつけちゃいます。あ、緊張してしまったって。あー、ここで失敗、ちょっと今のは痛いぞ。あ、でも大花が道 A をやっつけてくれた。ありがとう大花、ちょろいちょろい。ちょっと誰か回復してくんねえかな。月葉は道 C。 月葉は元物陰を見ていた。よかった、なんともない。おお、あー、でも家も復活しちゃったか。ちょっと自分回復しときますか。ここはちょっと怖いんでね、なんか常に満タンじゃないと、急にね、いっぺんに襲いかかれたらやられちゃうような気がしてね。はい、回復しときます。罠を張った、来るなら来なさい。121ポイントすげえ、大花ちゃん強えわ。月葉は刀に敬意を払う。じゃあ、移動します。みんないるところにちょっと一回移動してからの道 C に攻撃みたいな感じで、どう？やっぱまとまってた方が回復しやすくもなるんで、いつでも回復できるように、はい、言っときます。いや、そっち行っても大花ちゃん、月葉様さっきから何してんのかなよし、じゃあちょっとここは積極行動で
道 C 行ってみましょう。うん、さあ開始の一撃74ポイント。ああ全部はいけなかったけど、でもだいぶ、あでも桜花も道 C を調査。もう倒せるんじゃない？あったー。残るは道 B だけですよ。月葉様は何してんのかな。じゃ あ移動しますか。桜花ちゃんの方に移動してからの道 B 行く。あでもそれか、積極行動、こっから積極行動、あしてもあんま変わんないか。じゃあやっぱ移動した方がいいな。移動しよう。はい、お桜花ちゃんが道 B、 ふふふふふふ、おーすげえ、もうあと一撃で道 B 行けるんじゃないかな。あ月葉様、月葉様がなんかしてくれてんのはあれかな、敵の回復を抑えてくれてんのかな。じゃあここはもう積極行動で導いいけるか、倒せるか、頑張れ楓。忍者刀なんて取ってもねえ。いけ、やったー、倒したー、制圧した、無事に輸送を終了、任務クリア。うわーすげえ時間かかった。月葉様遅いな、ごめんなさいね。ここで待ち合わせのはずなんだけど、あんまりね、こう、え探しに行く、しばらく待つ、うわ難しい。これでも月葉様がここで待ち合わせつったんだから、しばらく待とうよ。もうちょっと待ってみようかな、うん、月葉様どうしたんだろう。でも探しに行った方が良かったりするのかな。ひょっとして捕まったんじゃ。マジでやべえ。これはじゃあ探しに行くパターン。あ、いやでも、なんか入れ違いみたいになったら嫌だけど、探しに行こう。待ってても仕方ないかな。うん、探しに行ってみようか。行きましょう。でも待って、月葉様かったりする。月葉様、月葉様どこにいらっしゃいますか。大丈夫かな。月葉様こんな叫んでて大丈夫。月葉様、他の忍者敵もいるのに。いない。これ以上ここを離れるわけにもいかないし。何があったんだよ月葉様。どうしよう、こんなことなら別行動にしなきゃよかったのに。うん、なんで別行動になんかなっちゃったんだろう。ちょっと心配だな。あいた、月葉様、なんか大丈夫ですか。気づけてる、大丈夫、大丈夫、ボロボロなってない。ちょっと遅れちゃったね。ちょ、何があったの。怪我された、月葉様が怪我された。一体どうしたんですか。純血が、ちょっと見つかっちゃって。見つかって、追いかけられたり。追いかけられただけ、すいません。ボロボロ、私が一緒に行けばよかったですね。ちょっといやらしい、いやらしいと思っちゃいけないけど。何があった。うん、いいの、まあでもそんなことない。楓ちゃんのところまで帰ろうって思ってたから、うん、なんだろう、でもこの空気、なんとか任務はでも成功しましたからね。うん、はっ、うん、でも桜花ちゃんすごい頑張ってくれました、ありがとう桜花ちゃん、助かりました。いやもちろん月葉様もね、はい。いやでも月葉様ボロボロになりながらもね、約束守ろうとしてくれたってことだな。さあじゃあ今週の時間割でございます。あここはね、電話で約束した月葉様との忍術実技、もちろん復讐だけど、ちょっとなんだっけ、何が低かったんだっけ。あ、体術がやっぱり低め、体術と忍術が低いんで、他のキャラ底上げ効果をまた狙っていきましょう。うん、待って、月葉様はやっぱね、一緒の授業を受けてるから似たパラメーターになってきてますね。他、なんだっけ、体術、あやっぱかすみちゃんすげえな。じゃあかすみちゃんの体術、あ体術の授業ない、かすみちゃん、あないわ。じゃあ桜花ちゃんの体術の授業に合わせて、あともう一個あげたいのが、
感じでね、忍術なんで、忍術は誰が高い？うわすごいな、かすみ様なんでも高すぎるだろ。じゃあかすみ様の忍術に合わせたら危ねえ、あの月葉様の約束破っちゃうところになっちゃう。じゃあちょっとこれ調整しながら、ここの医術をに、あごめん合格じゃない、ちょっとあのあれテンポ悪くてごめんね本当にね、ここ忍術に変えて、楓のここも楓の、ここもじゃあ楓ので、どうだこれでどうだ、よし提出ん、いけるよね、大丈夫だよね、約束破ってないよね、よし。いやー結構考えるな、凝り始めたからあ、試験の結果が配られてる、おー、まあ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 、なかなかじゃないですか。あ、夏服になってる。どうだった？6月か、そっか、夏服いいな。あ、月葉様、まあまあですね、うん、まあまあ。月葉様よかったら見せていただけますか？月葉様よかったら見せていただけます？いいじゃないですか、この成績を見せ合う中って。あ、なんか恥ずかしいし、かわいいな。何ですかユリゲーでそんな声を上げるなよ。俺、楓ちゃんがそう言うなら。おお、でもふんふんふん、こんな感じだ。月葉様ありがとう、私もっと頑張りたいな。やっぱ制服夏服になると、あ、どう、イメージ変わるな。よかったら見せてくれない？かすみ様、もういいですよ。はい、いいですけど、かすみ様よりは悪いと思いますよ。かすみ様襟立ててかっこいいな。そんなの見ないとわからないだろう。ほら、私のかすみ様相当成績いいんじゃない？うわすげーな、やっぱ11位だって学年順位、超優秀じゃん。あ、ありがとう。まあいろいろあるよね変な空気になっちゃった。楓ちゃん、みゆき様まで。どうでした？あ、みゆき様、この通知表を見せるイベントは仲がいいっていう証拠なのかな。みゆき様はどうだったんでしょうか、でしょうか。みゆき様はどうだったんですか？見ます？見ます。あ、でもみゆき様も高いな、さすがですね。ありがとうございます。まあこんなもんでしょう。あ、楓ちゃん見せてよ、代わりに私のも見ていいからさ。うんうんうん、まあこれは見といた方がいいんだろうな。あ、結局のところ。いいですよじゃあ、はいはい、うん、なるほど、チェキほど。人生長いんだからさなんで励まされるんだよ。浦さんにそんなこと言われたくありませんよ。ってことは大岡ちゃんも来る。あ、大岡ちゃん来なかった。成績表を見る人、いやもう全員見たんで、はい結構ですはい、授業を進めていきましょう。あ、楓ちゃん、ここは電話で約束した月葉ちゃんとの、よかった、なかなか来ないから何かあったのかなって思っちゃった。一緒に来ますよ、もちろん来ますよ、約束ですから。うん、ありがとう楓ちゃん。かわいい、この衣装の首のとこにあるこの長いのは何の意味があるのかなファッション性、あれ、あ、月葉様、びっくりした今、フリーズしたんかと思った。月葉様、え、なになに、お、なんか手裏剣投げの居残り特訓を受けている。え、居残り、えいかわいいな、いやらしい衣装だよ。あー外れちゃった。あーだ、全然えいえい言ってるけど全部外れちゃった。月葉様、月葉様は手首で投げてるから狙いが定まらないんですよ。先生も言ってたじゃないですか。ほうほうほう、うん、でもよくわからないの。難しいよねって言っても俺も手裏剣投げたことないから分かんないけど、肘と目で投げるんです。失礼します。お、お手本見せますか。楓、肘がきちんと回転していれば手首が勝手についてくるんです。来ましたわ。目はしっかり目標を見て
月夜様、私の顔見てちゃダメですよ。ユリ来たね、これだよ。こんな大接近、手取り足取り。足は取ってねえけど。ごめんなさい。でもやってることが手裏剣を投げる練習だからね。結構物騒なことやってんだけど。でも顔見つめてたんだってさ、月夜様が。月夜様の手って柔らかい。月夜様どうすればもっと上手くなれるかな。これも結構難しい選択だね。いやでもこれ上の方がいいんじゃない。月夜様の手って柔らかい。月夜様の手って白くて柔らかい。あ、筋肉もついてないし、もうレズだ。どうしたの。これもう楓ちゃん大丈夫。ドクドク言ってレズの鼓動が聞こえる。あ、いいえ、なんでも。そう、なんか顔が赤いよ。あ、大丈夫。これもう入ったね。大丈夫です。スイッチ心配しないでください。レズスイッチがなんか変。変なんか変。うわーすっげー、これ来たね、これ来たね。マジで今のイベントよかったな、よかったね。やいや、まだのんけだとは思ってたけど、正直もうね入ったスイッチ。あ、イベント CG もちゃんと変わるんだ、夏服になって。あ、なんか食べてる。サンドイッチ食べてたのか、かわいいな。もう少し時間がある。こういう風に、あ、誰と。そっか、この授業は月葉様がいない授業か、珍しく。かすみ様と話すか。オオカちゃんちょっと好感度低いみたいだから、アイコン見る感じ、オオカちゃんと話してみようか。あ、オオカちゃん。オオカちゃん邪魔邪魔。どういうポーズなの、何してこう突進してきてんのか。ごめんなさい、この貧乳め。やっぱ目の敵にされてるな、まだオオカちゃん。さ、放課後です。特訓はあんま意味なかったからな。街に出るか、家に帰るのはないか。やっぱ月葉様のお家ですね。月葉様いないみたい。6月になって、ああ、家にいると思ったんだけどな。新しいイベントが来るかと思ったけど、ないか。ダンダンダダダダン。ちょっと楓、はい、あんた昨日どこ行ってたのよ。まあ、どういうポーズなの、大花。え、何？何？せっかく私が足を運んでやったのに。え？いないなんていい度胸じゃない。大花ちゃん、うちに来てくれたんだ。え、だって大花ちゃん何も言ってなかったじゃない。うん。もっと察するってことを覚えなさいよ。日本人の心は察することだって言うでしょ。大花ちゃん。ごめん。いいキャラしてんな。あ、でもそれだけ大花ちゃんの好感度も上がったってことですかね。うん。あ、サンドイッチ食べてる、かわいい。はい。さあ放課後だから、昨日は家に帰ったら大花ちゃんが来てくれたってことなんだね。じゃあ意外と家にいてみる。あんまりこれやってないよね、家に帰るって。帰ってみよう。どう、ピンポンだって、誰か来たよ。はーい、誰だろう。カエルちゃん、今おしゃコントローラー落としちゃった。興奮のあまり。スキア様が来てくれた。ちょうど退屈してたんですよ。ちょうど退屈してたんです、入ってください。やった、このパターン初めてですね。じゃあお邪魔します。スキア様がお家に来てくれた、嬉しい。楓は月葉と楽しいひとときを過ごした。やったった。お、何してんだこれ。なんか昔ああいうちっこいテトリスのゲームとかありましたよね。俺もよくやってましたよ。楓ちゃんゲーム好きだね。楓ちゃん、じゃあさよなら。ありがとうございます、ほんと月葉様お家来てくださいまして。もっとわかりやすく教えてあげられたらよかったんだけど。いやいや、そんなことありませんよ。月葉様の教え方は丁寧で とても分かりやすいですよ。楓ちゃんがあくまで敬語っていうのが本当にね。ありがとう。キュンキュンしちゃう。もう、お、なんか食ってる、焼きそばパンみたいなの食ってたな。
授業が始まるまでもう少し時間がある。月葉様、月葉様、月葉様。こんにちは、楓ちゃん。あ、月葉様、一緒ですか？うん。なんかこういうイベントがガンガン増えてるような気がするから。いつも一生懸命。そうです。それだけね、授業一緒に受けますよ。月葉様、一緒に。ええ、そうね。いい表情だ。その方が楽しいかな。じゃあ、行きましょう。好きな人と一緒に受ける授業は楽しいよね。女の子同士って素晴らしいね。カエルちゃんありがとう。この授業ちょっと分かったような気がするわ。うん、そんな、月葉様が理解力あるからですよ。マジっすか。でもちょっと授業に集中できないこともあるんだけど。ちょっと待って、カエルちゃんが気になっちゃった。ちょっとこれもう完全に来たね。月葉替え月始まったな。 うん、なんでもない。なんでもないって、ここでごまかす。いろいろ教えてくれる。今までずっと替えで月葉にこう矢印抜いてる感じだったけど、もう月葉様からも矢印完全に来てますね。はい。いやー、もうこのなんだろう、替え月アンソロジーが欲しいな。豪華作家陣が描くくのいちアンソロジーはありませんか。でもこのゲーム自体がな、多分あんま知られてないと思うんで、二次創作でも少ないんだろうな。楓ちゃん、楓ちゃんはいいわね。運動得意で。運動得意？一緒に授業受けませんか？もう一緒に授業受けてます。一緒に授業受けませんか？すごいな。そうね。この二人。その方が楽しいから。でも意外と月葉様が、じゃあ、私の方がいいな。行きましょう。月葉様が立ち替えで猫っていう方が俺は、だ月替えの方が俺はちょっとね、いいかな、好きかななんて思ったりするんですけどね。その横島のこと考えてちゃいけないかな。楓ちゃんありがとう。この授業ちょっと分かったような気がするわ。楓ちゃんのおかげよ。そんな、いいブルマですよ。月葉様が理解力あるからですよ。でもちょっと、またこれだよ。授業に集中できないこともあるんだけど。授業に集中できない。楓ちゃんが気になっちゃって。いやー、もう楓。え？え？うん、なんでもない。もうこれたまんないね。いろいろ教えてくれる？月葉様、はい、集中できない。これで成績下がっちゃったりとかそういうのはないよね、さすがにね。いやー、楓ちゃん、なんか鈍感系主人公みたいになっちゃってんな。どうします？家に帰るパターンも意外と月葉様来てくれるから、いやー、街に出る、月葉の家、今日街出てみますか。行ってみよう。お、かわいいな。楓ちゃん自身も相当かわいいっすよ、この子。お、月葉様と。私、忍術学はまだいいんだけど実践できなくて。うんうん、月葉様運動神経ないですからね。いや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 、今にきっとできるようになりますよ。今にきっとできるようになりますよ。そうかしら、自信ないわ。大丈夫ですよ、私が教えてあげます。これ、あの底上げ効果の逆パターンっていうのもあって、うん、楓が得意な科目で、あの他のキャラクターのパラメーターを成長させるということもできるんですよね。あの他のキャラが、楓ちゃん一緒に授業受けない？他のキャラが強くなればそれだけね、任務もあの一緒に、こなすのがたやすくなりますから、もちろん一緒に授業受けます。はい、よろしくお願いします。奥が深いね。こちらこそよろしくね。おお、もうちょっとなんかすごいな、すごいな。ごめんね、ほんと語彙力がどんどんなくなってくんだよな、このゲームやってると。私、俺も人数学勉強しな、勉強しないと。教えてあげられたらよかったんだけど。そんなことありませんよ。月葉様の教え方は丁寧でとても分かりやすいですよ。ありがとう。もう表情がね、恋する乙女になってますもんね、月葉様。お、作法、新しいお花の勉強してるんだ。へえ。じゃあお家。どちら様でしょうか。
どうかな。あの、はがくれと申しますが。はがくれ。月葉様は忍者といえばはがくれですが。え、いいです。いなかった。忍者のレズビアン歌うなよ変な歌詞つけんなよ今でもしっくりきたね。忍者のレズビアンレズビアンはお家へ行く。月葉様いないみたい。いないか。時間割り。創立記念日なんだ、木曜日。ここが約束したやつですね。どうする。でも今もう全体的に100超えて当然のように複写しましたけど、どうかな今週は。みんな時間割りは出し終わったか。なんだこれ。じゃ委員長、これ学生課に出しておいてくれはい、わかりました。はるかさん、声優さんがね、まだ言うことがある。スネークとライデンなんだよね、これメタルギアファイヤーじゃ先週の土曜のことだが、とある生徒が下校中に通り魔に襲われるという事件が発生した。何それ。犯人はまだ捕まっていないそうだ。通り魔。皆も注意するように。以上だ。ちょっと怖すぎるわこの街。ちょっとちょっと、誰、今の一体何。これ他の生徒たちも可愛いな、みんな。ほら、桃組に美咲って子がいたじゃない。あの子らしいよ、襲われたの。美咲。美咲ってさ、あの両家のお嬢様のやつ。そうそう、それがさ、なんか下校中にいきなり背中から切りつけられたんだって。入院してるらしいよ怖すぎる。なんでそんなことすんの。通り魔だからだよ。変態なんじゃない。変態。女を狙う。それがさ、これは噂なんだけど、やったのはうちの学校の生徒らしいよ。マジかよ。うちの指定の忍者刀あるじゃん、あれで切ったような傷だったんだって。犯人はじゃあなんか恨みとかあったのかな。いじめられてたの。血は喧嘩だ。それじゃワイドショーネタだよね。マジか。それはなかったらしいよ。だいたいそんなのあったら犯人バレバレじゃん。じゃあさ、恋愛関係のもつれとかあんたも好きだね。好きだね、ユリが。だってさあ、でもそうだとしたらそこまでやるって感じだよね。そうね。両家のお嬢様を背中から切りつけるなんて。私もしっかり護衛しなくちゃ。これなんかあるぜ。この学校の刀が使われてたんでしょ。あ、うわ、こわ。楓ちゃん来てくれたの、よかった。誰がこんな世の中にしたんだ。なかなか来ないから何かあったのかな。何があったんだこの国は。来ますよ、約束ですから。ありがとう楓ちゃん。ちょっと月葉様もちゃんと護衛しないとな。でも姫君様だから狙われることがあるのかもしれないな。あれ、つぶらさん、こんなところで会うなんて奇遇ですね。またバイト帰りですかね。まったく奇遇だね。あんちゃ、あ、終わり好かれてはねえみてえだな。忍者のレズビアン。ん、その日楓の家に任務の依頼が舞い込んできた。任務。月葉の飼い犬ベスが3日前から消息不明になっている。え、月葉の、うん、行方を捜索、身柄を確保する。犬探しかよでも月葉様の犬なんだ、うん、でも尾行、楓ちゃんを指名だってさ。へえ、こんなんあるんだ。もちろん参加するというか受けますよ。通り魔同行のあれかと思ったら犬探し、ベス探しだよ。懐かしい友人。なんだろう、懐かしい友人。ん、楓ちゃん。月葉様、ベスがいなくなっちゃったの。ベスとは月葉の家の昔からいる老犬で、月葉の良き友人でもあり心の支えでもあった。一緒に探して、楓ちゃんにしか頼めない。楓ちゃんだったらベスも覚えてるだろうし。大丈夫ですよ、ベスは賢い犬ですから、きっと私が探し出してみせます。ベス、どうしていなくなっちゃったの。犬見つけよう、ベス。じゃあここは消極行動、いや、ちょっと最初だから積極的に行く。よし、行ってみよう。大胆に。月夜の家でベスを呼んでみることにした。ベスはいつもこの庭で寝ていた。ベスの面影を思い出した。ベス、ベスどこ。来て手裏剣投げるっていう住人、あ、その犬なら。ありがとうございます。
278ポイントやった、一撃だぜ一撃で調査を終えた。ここにはいないみたい。月葉はちょっと考えてみた。月葉はベスがどうしていなくなったのを考えてみた。じゃあどうする、移動しますか。ロジどうかな。ネズミの死骸が転がっている。ベス、ちょっと月葉様大丈夫かなって言いながら路地裏に手裏剣投げましたねベス手裏剣刺さっちゃう、危ねえ。うわ、42ポイントのダメージ。車に水をはねられて42ポイントのダメージか。静かに運転してほしいな。んー、じゃあどうする。回復まだ大丈夫かな。いる。お、これも一撃で。うわ、楓ちゃん攻撃力超高え。全ての場所にベスはいなかった。月夜様、ベスは見つかりました。飼い主の元を離れるときには2つの場合があるんです。1つは飼い犬が飼い主を見放した場合、もう1つは自分の死期を悟ったときです。そう言うよね。そんなの嘘よね、楓ちゃん。え、これ意外と重い話。何か言ってよ楓ちゃん。ストレスが溜まったときに新しい環境を求めに行って何かすればひょっこり帰ってくるらしい。ごめんなさい楓ちゃん、私待つことにする。元気出してくださいね月夜様。ちょっと悲しいな。ベスどこ行ったんだ、戻ってきてくれ。今週はおはようございます楓さん。はるかさん、あ、はるかさん、一緒に投稿しますか。なんか珍しい、初めて言われる気がする。いいですよ。いいですよ。相変わらず今日も硬そうな髪型でございます。では参りましょう何か突き刺さりそうですね。今週の時間割はどうしようかな。でもやっぱとりあえず月葉様に合わせつつ、ああ楓さん、はるかさん、昨日どちらに行ってらしたんです。もしかしてうちに来てくれてた。私昨日楓さんの家に伺ったんですけどマジっすか。楓さん留守だったので。何しに来たのそうだったんですか、すいませんあ、すいません。いいえ、楓さんのお父様にお会いしましたわ。おお、いいですわね、あんな素敵なお父様で。はい、ありがとうございます。なんかあの、どちら様でしょうか。月葉様、家にいるじゃないですか。月葉様、楓ですけど。入れてもらえる、大丈夫。入ってきて。おおおーっつってね。こんにちは楓ちゃん、入って。お邪魔します。はい、お邪魔します。もうラブラブじゃないですか。これでもよかったんですか。当たり前じゃない。こっからがあるんだろうな。本当言うとね、ラブラブちょっと来客中だったんだけど、楓ちゃんの方が大事だもの。ありがとうございます。どうせお父様のお客様だし尊いわ。月葉様尊いわ。そうなんですか楽しいひとときを過ごした。なんか一緒に本読んでる。じゃあね楓ちゃんまた明日ね。こういうなんかちょくちょく変わんの本当いいわ。はい、お邪魔しました。お邪魔しました。楽しかったです、癒されました。忍者のレズビアンじゃ女、月葉様が理解力あるからですよ。この流れはまさか。またでもちょっともうこれ授業に集中できないこともあるんだけど、何回やってもいいなこれ。楓ちゃんが気になっちゃって。あら、ええいつまでたっても気づかない楓ちゃん。鈍感系主人公なんだから。教えてくれるはい、おバカさんなんだから楓ちゃんたら。恋の勉強もしなきゃダメだぞ、ニンニン。楓ちゃん、楓ちゃん、つぶらさん、聞いてくれる。つぶらちゃんかさんかちゃんかちょっとよくわかんないけど、何ですか。何ですか、あのね、楓ちゃんって彼氏とかいないの。そんなん言う？彼氏？いませんけど。ここで照れる楓ちゃん、かわいいな。いませんよ。そうよね。当たり前か。失礼な。どうしたんですか？つぶらさんはこういう話好きそうだね。彼氏とか欲しいって思わない？ええー。
別にあまり考えてないです。そりゃいたら、いやこれはしたないでしょう。ユリ作品よ。やだ、男なんて汚らわしい。姫ユリ学園よ、ここは。あまり考えてないです。男なんて見かけたら虚勢してやるんだから。踏んづけてやるんだから。もう私は欲しいな。だって寂しい時ってない？なんだろう。でも月葉様と楓ちゃんが顔を合わせて、よくわかんない、よくわかんない。みゆきちゃんはどう？いいね。あ、でもなんかこうみんなで恋バナだこれ。年頃の女の子らしくて、聞くところによると月葉様恥ずかしがってるね。みゆきちゃんと人気あるみたいじゃない。ラブレターとかよくもらってるって噂だし。ラブレターもらってんの、みゆき様？そうですけど。否定はしない。さすがだな。そんなのは桜花が全部灰に還元してるもん。姫姉様は男なんてお相手しないんだから。ユリの鏡やな、桜花ちゃん。あの、そうなんですか。みゆき様は桜花ちゃんとくっつくのがいいな。この二人好きだわ。みゆきちゃんも大変だね。だいぶつきまとわれてるからね。月葉様でもどういうリアクションだったんだろう、あれ。ああ、終わっちゃったか。いやでもなんか、でもいいね。みんなで恋バナ、ユリバナ、ユリバナ。さあ、実地試験の後は任務。有事の際のため都市を流れる地脈を実際に調査し、現在の安定地。これ忍びのやることなんですかね。あ、でも月葉様参加してないな、どちらにも。帽子の W 氏が政治権。もうな、何これ、 W 氏。もうちょっと霞様と任務受けたことないんで、こっちやってみましょうか。はい、そう、 W 氏の、身辺を調査して真相を究明しましょう。参加と。はい、霞様の能力高いから汚職市長の創建。もうこの町ちょっと治安悪すぎね。大丈夫。汚職の疑惑をかけられている市長の身辺を探るのが今回の帰りたちの任務である。なんかいやらしい目つきの市長ですね。そうだな、案外色仕掛けとかであっさり証拠を握れるかもしれないな。霞さん、くのいちといえばやっぱり色仕掛け。マジかよ。嫌か？嫌です。さすが男なんて汚らしい、本当に。まあ無理することもないと思うけど。どうしましょうかね。繁華街事務所、市長省自宅、消極行動、色仕掛けなんだ。色仕掛けちょっとやってみたいな。色仕掛け、市長に色仕掛けをすることにした。ふん、子供は黙っておれ。やっぱりダメ？あ、ダメだった、全然。霞屋事務所を調査。金庫を開ける。お。281! うわ、すげえ一撃だ。強いな、霞様。霞様さらに攻撃してるよ。2ターン攻撃できんの？もうこれ、霞様一人でいいんじゃないの？あ、でも7ポイントだけ回復しちゃった。ほんじゃあ、積極行動で、事務所攻撃するか、それとも繁華街、事務所攻撃するか。これはもう完全に、ここやっつけられるでしょ。はい。あ、44ポイントのダメージ。霞は市長に色仕掛け。霞は市長に足を見せた。これも任務か。すげえことしてんな。じゃあ積極行動で、まだ回復しなくていいよな。よし、繁華街を調査。市長がよく来るらしい。たくさんの人でごった返している。一撃でいけるかな。290ポイント。お、やった。まだ霞市長に色仕掛けしちゃう。始まっちゃうよ、もう。いやらしいな。じゃあ移動しましょう。自宅、ああ、ここまで。じゃあちょっと霞様のいる場所に。お、回復してくれた。ありがとうございます。じゃあこっからでもいいんじゃないかな。積極行動で自宅。
さあどうだ、97ポイント。おお、あとちょっとだけだな。いつまで色仕掛けしてるの足見せすぎ。よし、これでやっつけられるでしょ。よし、任務終了。かすみ様の色仕掛けすごいな。かすみ様、今回の潜入は楽でしたねこの格好はでも本当はムラっと来ちゃうだろうな男は。ああ、警備もスカスカだったからね。かっこよすぎるわ。もう大丈夫と思った時が一番怖いもんだよ、うん、おお、よく分かっておりますな。汚らわしいわ男なんて。あなた方はそこの屋敷から出てきたのですか。え、ジョニー等の、なんかすごい、そうですけど、サイボーグ忍者みたいな。油断するな、帰れ。相当な強者か。あなた方はくの市なのですか。うん、そうですけど、別勢力の忍者だよねこいつは、きっと。どこ、それは流派のことですか。うん、そうです。なんか調子が狂うな。何者なんだ流派は。とりあえず正義の忍者とでも名乗っておきましょう。正義の忍者、正義の忍者、何も笑われてんじゃん。何者なんだ。笑いを取って何をするつもりだ。笑い、それがしはジョークは言ってません。それがし、はあ、たまにいるんだよねこういう人。忍者ってこんなやつばっかなのかよそうだね、放っておきたいのは山々なんだけど。かすみさんの困り顔かわいいな。それにしてもあなた方、その格好は何ですか。カレンチな格好してますからね。は改めて見るとやっぱすげえ格好してんな。おお、なんというはしたない。あら、いつから日本女性はそういうハレンチ極まりない格好をするようになったんですかまあね、ハレンチ、ハレンチと言われても。これこの衣装誰が選ぶの。忍者とは元来闇に生きる者、うん、それがしのように黒装束をまとうのが当たり前でしょう。よかった、こうやって真面目に突っ込んでくれる人がいて。戦国時代じゃあるまいし、勝手に言ってろ。時代の問題ではないと思うけど。でもこの衣装私もあまり好きじゃないんですよ。あ、そう、恥ずかしいし。そうなんだ。もう慣れたけど。やっぱ恥ずかしいんだ楓ちゃんこの衣装。真面目に相手するなよでも露出多すぎるからね。しょうがない、こんなやつはちょっと痛めつけて追い払うか。おい、そこのジョニーちょっと痛いかもしれないが覚悟しろよ。おお、戦いですか。それは望むところ。受けて立ちましょう。え、任務の、あかっこいい。はい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 。おお、刀を打ち合って。全部受け切っただと。なんだ、あなたできますね。さては忍者ですね。さっきそう言ったのに物覚えの悪いやつだな。とぼけてるけど相当なやつだな。これはどうだ。あのかすみ様と、いや、カーフィーじゃん忍者の掛け声じゃないよジョニーこいつ何者なんだ。かすみ様の技があんなに簡単に。お前程度の技がそれがしに効くと思っていますか。それは甘いです。楓、先に行け。え、でもそれは死亡不能ですよ。行け。でも、でもグズグズするな、邪魔なんだよ。ああ、はい。足手まといになってしまうか。あなた方なかなか固い結束でつながってますね。それがし、見直しました。熱い展開は驚きです。人は見かけて判断するべからず、いい教訓になりましたね。それがしもあなた方も。そうだね、舐めてかかったのは悪かった、謝るよ。それがし、あなた方を倒すことが目的ではありません。あくまでも忍者の実情を知ること、それが目的。実情、そしてそれは達成されましたではまた会う日まで。ごめんちゃい
ふざけてる、ふざけてるな。何だったんだ一体。いやでもジョニー等の相当なんかあるぞあいつ。いきなり襲ってくるなんてびっくりしましたね。この任務に成功してなかったら多分ジョニー等のイベントはなかったんだよね。そういう意味ではあれじゃあどこから見ても怪しい人間だ。あまり関わりたくないな。忍者業界にもいろいろあるんだな、本当に。お互いああはならないようにしような、うん、それがしも気をつけるでござる、本当に。ごめんちゃい。面白いやつだったな。授業が始まるまでもう少し時間がある。あれこれなんかプールだね。これ何の授業だ。あ、月夜様。元気ないですね。急に水着になっちゃった。そっか、もう夏か。私泳げないし、うん、月葉様ならきっとすぐ泳げるようになりますよ。月葉様スタイルいいね。そうかしら。 あら、あのどういう水着なの。一緒に授業受けない。うん、あ、授業一緒に受けますよ。はい、これよろしくお願いします。すごいな。こちらこそよろしくね。ハレンチですわ。相変わらずここの姫百合学園のなんか創始者たちは相当なフェチを持ってる。あ、変えても水着になってる。そっか、体術の授業が水着になるんだ。あー素晴らしい。私なんでこんなに運動できないのかな。月葉様はやっぱ悩んでる。人には向き不向きがあるんですよ。うん、運動がもうちょっとでもできたら水着よりこっちの方がやらしいな。なんかやっぱり足手まといなんて思ってないですよ。全く同じことを思ってしまった楓と。一緒に授業受けませんか。月葉様、一緒に授業受けませんか。ね、美しい女の子は女の子と恋をするべき。ありがとう楓ちゃん。ユリは美しいね。じゃあ行きましょう。浄化されていくわ、うん、よかった。楓ちゃんと一緒の授業なのね。よかったって。はい、そうみたいですね。うん、楓ちゃんがいないと、なんか心細くて。そんなん言い始めちゃった。月夜様が。てんてんてん。あの、楓ちゃん。なんで楓ちゃん騙しちゃったんだろう。一緒に授業受けない？ちょっと引き始めてない？月夜様に。うん、熱しやすく冷めやすいタイプじゃないだろうな。いや、もちろん授業は一緒に受けますよ。よろしくお願いします。いや、なんか二人の中にねどんどん火がついてきてるような そんな気がするんだよね。ヒューヒューだよ。古いけどヒューヒューだよ。スーキパーさん、帰りに一緒に買い物に行かない？いいじゃないですか。お買い物何？はい、月葉様ありがとうございます。ありがとうってどうしたの急に。かしこまって。いえ、いつも月葉様はある種の家来の関係以上によくしてくださいますけど、これってすごく特別なことなんだって。月葉様に感謝しなきゃって。楓ちゃん意外としっかりしてるよね。この子ちゃんとしてるよ。あくまで楓ちゃんらしくないわね。と姫っていう関係があるからね。楓ちゃんはいつも元気じゃないと。元気ですよ、ほら月葉様見て見て。いや、俺はもう元気っ子な楓ちゃんが好きだな。本当はこれでいいのかなってちょっと思ってるんです。私はいつも月葉様に従っていても何のお役にも立てないし。これ結構今重要な会話してない？そうよね、楓ちゃんはお役目だから私のそばにいるけど、護衛っていう。本当は楓ちゃんだって一人で羽を伸ばしたい時だってあるのよね。悩みというか。そんなんじゃないです。いいの、無理しなくても。なんかこう仲良くなりすぎてもいいのかなみたいな。いえ、本当にそんなんじゃないんです。なんていうか。いや、でもこれいいね。例えば授業とかも私よりも教え方が上手い人とかはいっぱいいるし、うん、楓ちゃんと一緒の授業は楽しくて仕方がないわ。あら。護衛って言っても私がお役に立てているとは思えないし、うん、あら、でも私はこうして無事よ。でも楓ちゃん悩んでるな。楓ちゃんは立派に役目を守ってくれているわ。私とっても安心できるもの。月夜様ありがとうございます。優しいな、やっぱり。おお、びっくりした。ぐさって言った。
お何月葉様刺された切られた月葉様しっかりしてください、月葉様ちょっと急展開すぎてついていけないんだけど。よかった、何が急所じゃない、相当血出てるけど。これだから例の通り魔事件だ。月葉様、月葉、いやまた護衛の話をしてるこのタイミングで、ね、やばい、月葉様死んじゃう死んじゃう、バッドエンドじゃないよね。思想しましたか、ついてる、まあ仕方ないですね、チャンスはいくらでもありますし。こいつが犯人なんだ。じゃあこの学校内に忍び込んで、おお、かすみ様、かっけえ、かすみ様さすが。誰の手のものかは聞かないけど、こういうのは好かないな。またツインテール悪い顔してんなこれ今の忍びは暗殺は禁じられているんだ。今の忍びとか知らないけど、あ、でもかすみ様が捕まえてくれた。誰かこいつを縛っておいてくれ。おきっこ縛りだこの野郎、お前快楽レズ地獄に落としてやる。ありがっ、役不足だな。あ、やばい、これある意味ちょっと精神的にズバッと切られたな、楓ちゃん。ない。あ、月葉様、ちょ、月葉様早く治療しないと。なんて言ったんですか月葉様。あー、やばいよ、血が。おいおい、ちょっと、大丈夫、ダンタタタタンじゃないんだよ、どうなったの。楓ちゃ ん、一緒に授業行きましょう。ちょっとやっぱこの学校怖すぎるわ、下駄箱の前で切られるってなんだよ。遅れますよ。どういうことなんだよ。すいません、一人にしておいてください。相当凹んでるわ楓ちゃん。あんたに3人の護衛なんて無理だったのよ。ああ、桜ちゃん、あの日姫姉様も死角に襲われたの。ああ、私がやっつけたけど。桜ちゃん強えな。そうなの、ありがとう桜ちゃん、お礼なんて言われる覚えはないわよ。私は姫姉様の護衛なんだから。あくまで設定がある。姫姉様を命に変えても守るのが当たり前よ。この設定ゆえのなんかこの世界観だよね。でもで、姫姉様の護衛やめる、楓ちゃん、ちょっと楓ちゃん、やめないでください。なんかみゆき様力抜けんだけど。姫姉様、何を言うんですか。楓には3人は荷が重すぎなんです。だって私は何ともないですし。月葉様どうなったのかすごい気になるんだけどな。でも危ない場所だ。ああ、もうこれ血が流れてうん、私もう護衛やめる、学校もやめる。学校もやめる、楓ちゃん、これちょっと本当バッドエンドじゃないの。だって責任取らなきゃ。心配してくれてありがとう。でももういいよ。おい、よせよ。私もう決めたから。私なりに頑張ったもん、仕方ないよ。楓ちゃん、無理するなよ。楓、かすみ様似合わないよ。かすみ様イケメンすぎるわ。かすみさん、あの時でもかすみ様が来てくれなかったらと思うとちょっと本当恐ろしいね。この間は本当にありがとうございました。助けられましたよ。本来ならかすみ様も守るべき立場なんだけど、つい悪いツインテールを。患者は捕らえる、当たり前のことをしただけ。この学校にはスパイが相当潜り込んでるんだな。私にはそれすらできなかったんです。月葉は気の毒だった。え、気の毒だった。確かに楓には荷が重かったかもしれないね、うん、それはともかく護衛は忍者の任務の中で最も多い。じゃあ護衛をするときに最も大事なものは何だと思う。護衛をするときに最も大事なもの、え、愛です。オオカちゃん、
何よ。大岡ちゃんは黙ってみゆき様と大岡ちゃんはちょっと面白いけど今相当シリアスだよ。近くにいて安心で信頼。この人は絶対裏切らない。守ってもらえるはずの背後に怯えていては何にもならないからね。そういう信頼関係が一番大切なんだ。そういう意味ではやっぱり大岡ちゃんの答えた愛っていうのは間違ってはないよね。月葉様、月葉様、ああよかった生きてた。ああよかった、もう死んじゃったかと思った。本当に気の毒だったとか言うからビビった。あんた楓を辞めさせるの。いやでもここでまだちょっと安心できないな。どうして。あ、月夜様、月夜様、私任務を果たせなかった。お守りできなかったな、あの時は。でも私生きてる。こうして立ってる。大丈夫よ月夜様。ごめんなさい月夜様、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめん。ちょっと泣いちゃいそうでもよかった月夜様無事で。ちょっとこういう障害を乗り越えてこそ百合のつぼみは開くのでござるな。その障害があまりにもでかすぎたけどね今。うわすげえイベントだった。それでは今回のあやかし人間くの一番ここまででございます。いやー焦った皆様もくの一にはお気をつけくださいませ。ほんと連中相当過激派ですよ。とりあえず月葉様が無事でよかったよ。夢を見ようぜ。おやすみドロン。